ね、あ、おはようございます。大丈夫？はい、大丈夫です。今朝ごはん作ってました。コーヒー入れられた？あ、はい、わかりました。もう1年ぶりぐらいにヤクルトいただきました。うわ、懐かしい。タッコハロー。倒れたわ。木が倒れてます。これ昨日ですかね。そうね、昨日めっちゃ雨が降って木が倒れてますね。やってきました。今日は、ペインフィールドに来ております。宇宙ステーションから見える世界で一番容積が大きい建物でございます。今からペインフィールドの、ボーイングの工場をね、見学していきたいと思います。国家機密です。国家機密なんで撮影はできませんが、結構ガチな、ツアーなのでちょっといろいろ勉強していきたいと思います。行きましょう。はい、レッツゴー。レッツゴー。少しだけ撮影できるエリアなので撮影します。のテールです。でかくない？これ、すごい。うわー、これ国際宇宙ステーションのワンモジュールです。これ本物ですか？これ本物です。本物だって。どうしたか？いいっすね。あ、これ手入れるやつか。実験するやつね。本当だ。宇宙で実験をいろいろしたいとき、研究、エクスペリメントパワーアウトレッツとか書いてある。これは787のカーボンですね。カーボンの素材は日本みたいです。今日知りました。見学終わりました。もうすごかったです。はい、言葉を失いました。本当？本当に。いや、あの規模の工場とか見ても、ね、もう感覚が分かんなくなって、いまいち大きさが分かんないね。本当に分かんない。大きさの感覚は全く分かんなくて。あ、飛行機来た。アラスカエア。アラスカエア。今から飛行機で世界一周した、僕は尊敬している方がいるんですが、彼のね、彼のところに行きたいと思います。どういうこと？はじめまして。いや、来たな。イエーイ。やっとですね。会いたかったですよ。ようこそシアトルへ。
幼い頃から憧れた大空に人生をかけ飛び続けるパイロットがいます。僕からやっぱり飛行機と空を取ってしまうと空っぽですよね。愛機を操り自由に空を飛び回る、そんな彼は隻眼のパイロット。こっちが完全に見えてません。全く見えません。はい、突然の交通事故で彼は右目の光を失い、同時に夢も見失ってしまいました。まあこれだったらもう自殺した方がいいよねというふうに思ったこともありました。日本では成し遂げられなかった夢を実現するため海を渡りアメリカへ、さらに無謀ともいえる過酷な挑戦も。去年真嗣さんは愛機ルーシーと共に大いなる挑戦をしました。 OK ルーシー行くぞ。単独飛行による世界一周、18の国を43日間かけて飛んだのです。 I never had that type of experience. 史上139人目という偉業。その中でも真嗣さんは他の人とは違う特徴が。片目が見えないパイロットなのです。で、皆さん私のこの目見てもらって分かるように、上にも行くし下にも行ってると思うし右にも行ってると思うんですが、これ私の目ん玉なんですよ。擬眼じゃないんですね。でもこれはもう全く見えません。あ、これが前田さんが世界一周した、ルーシーでございます。さあハロー、こんにちは。うちの子供たち別に乗せて大丈夫。ああいいですか、すいません、ありがとうございます。ハロー、そうさん、ほらズバー、こんにちは。ちゃんと中見てみて。いいですか。うわー、すごい。これが世界一周した飛行機でございます。左の奥に入ってね、はい、そしたら木がその左の、はい、バットって BATT って書いてあるでしょ、はい、それ開けてごらん、はい、左のそう、それを押してください、はいはい、で赤いボタンが 1,2,3 あると思うんです、はい、スイッチが、はい、で左の一番奥を押してください、はい、エビオニックス、はい、メインは自分が普段使ってる172と同じで、はい、6パックの、はい、アティチュード、ヘディング、コード、エアスピード全部分かります。わーすごい、まあ、シリンダーヘッドのテンパーチャーと、はい、エグゾーステンパーチャーと、わーすごい、オイルテンパーチャー、オイルのプレッシャ ー、 どれだけ使ったか、現在地のボルテージ等々が分かるように分かってて、うわー、これを見ながらどれだけ飛べるかっていうのを計算するのね。うわーすごい、そうそうそう、あ、だから雲います。雲がいました。基本的にこの飛行機はほらシングルエンジンの飛行機でしょ、はいはい、なのでエンジンが止まったらもうそれでアウトなんだけど、はい、広いですね、やっぱめっちゃ広い、広い、うわー、いいな、パワフルで広い、すごい、ありがとうございます。これちなみにエンジンました。あ、そうなんですね、かっこよー。昔はこれより50馬力低い、ああそうなんです、小さいエンジンで、うん、まあ、VTL だから、はい、VTL の理由ってさ、はい、2つ理由があって、はい、まずルックスクール、はい、そうですね、間違いないですで2つ目は、はい、もうちょっと機能的なことを考えたって、はい、要は今日みたいな風強い日にさ、はい、ベニヤ板1枚だけ持っててさ、こうやってやったら吹き飛ばされるじゃん、はい、吹き飛ばされますね。それがさ3枚あったとしたら、はい、もっと吹き飛ばされるでしょ、ですね、っていうことは抵抗が3枚だから、あ、2枚より大きいよね。おお、それを減らすために VTL にした。はー、すごい。ところが、はい、昔は50馬力少ない250馬力だったんだけど、はい、今は300馬力です。で300馬力あるんで V と300馬力のコンビネーションって一番いいのね。そうなんです、うん、
だからボナンザの中でもこの P35 型にこの300馬力のエンジンを乗せるっていうのがベストミックス。すごい綺麗じゃん、はい、全てが新しく見えるよね、はい、でもこの、はい、オイル缶だとか、はい、向こうに書いてある電源のディストリビューターとかは、はい、1960年のオリジナルの。そうなんですね。つまり、はい、何でもかんでも新しいものにすればいいってことじゃなくて、そうなんですね、ベストミックスになってる。うわー面白い、うん、だから使えるものは使うし、あーすごい、もちろん壊れたら、うんうん、新しいものに変えるんだけど、うん、彼女は60歳だって、うん、60歳でさ、はい、世界一周ってまああれだよね、アイロンマンレースに出るよ、うん、そういうイメージだから。確かに。でもそういうことができちゃう。うわーすごいな。っていうことはやっぱりそういう技術を知っている人が、はい、これならいけるよね、うん、やれるよねっていうことを理解してるから、うん、そこが、うん、うわー面白い、納得いきます、うん、めっちゃ。うわーマジ憧れますよ飛行機欲しくなっちゃう、いつか、ね、いやーでも VTL は本当にかっこいい、うん、であそこもフュールタンクなんですよね。そう、これが、20ガロン。20ガロン。はい、だから80リッター。ほう。40ガロン。全部120。120ガロン。40、40、40。うわ、めっちゃ入るな。はい。でも、すっごー、世界一周するには、ちょっと足りない。高高度を飛ぶっていうことは、はい、空気密度は薄くなりますよね。薄くなるね、はい、薄くなるってことは、はい、燃料はたくさん使わなくていいですね。いいんだよ。だから上に上がって上に上がって、はい、長距離を飛ぶ。要するに120でも120ガロンでも、はい、長距離を飛べるような飛び方をする。うわー、ただし、はいはい、ごめんな、いろいろクイズして。あ、全然怖いな、ちょっとミスれないな。サプリメントオクシジョンつって、はい、要は酸素取るよね、はい、多分カナダのルールがあると思うんだけど、はい、30分以上12,500フィート飛ぶ場合はパイロットは絶対つけないといけない。ありますね。15,000フィート以上飛ぶ場合は、はい、全員、要するにパッセンジャーの人にも渡さないといけない、うん、それがルールなわけ、うん、で俺はどこを飛んでたかって言ったら16,000とか17,000フィートを飛んでた、はい、そうすることによって空気は少ない、はい、燃料は少なくていい、はい、でも人間にはすごく負担がかかる。あでオックスメーターっつって、あ、はいはいはい、自分の、はい、なんだ、ツーシー血液の 残酸素を確認しながら飛ぶっていう。うわだから結構、はい、ガチな飛び方で飛んでる。わーかっこいいっすね。一応すごいパイロットなんだよ。いやいや分かってますよもういや本当に前田さんマジですごい人ですからね。いきなり来てますよ。まあ、俺片目なんだけど、はい、片目のパイロットこっち目見えないんだけど、はい、60歳のローバーの飛行機でも飛べるっていう、それを俺は証明したかったのよ。たくさんの人ができないって言ったからさ、うん、じゃあやりましょう。おわ行動力ですね。さすがですじゃあ、ラバ、はい、エルロン引っ張るよ。はい。右のラバ。うわぁ。全部。すごっ。だから、ドクターキラーって言われるゆえんは、そういう基礎技術を知らなかったから、うんうん、そういう動作、うん、基本動作を理解してれば、そうですよね、事故が起きる。小さい飛行機で事故に遭うっていうのは、はい、もう、よっぽど整備してないか。うん、よっぽどパイロットが、うん、ポンコツか、うん、どっちか、うんまあ、だからといって自分が事故に遭わないかって言ったらそれは断言できないけど、うん、そうですよね。そういう風にならないように、ね、自分たちは努力するわけなんだけど、うやりたいと思います。今からご飯食べます。なんと松茸が、初めて松茸食べます。初めて見ました。松茸混ぜ棒です。あー松茸じゃない、疲れてるね納豆混ぜ棒です。そうすぐ泡立つ感じすごいですね。めっちゃ、うん、